ベナスサルデスアミーゴス、どうも PJLL のファハロンです。はい、まあ皆さんね、こう自粛期間も開けたわけじゃないんですけどまあ多少緩和されたのかなみたいなね感じになってきますけど、まあここでね、こう今までと同じ通りやってくぜってなっちゃうと、またなんかいろいろ感染者が増えたりとかっていうことも他のね、あの国の例ではこうありましたから、まあある程度ねこう気をつけながら楽しんでいただくといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、まあ前回あのメイ社長のビデオの話しましたけども、今回はあの G1 の話をねしていきたいと思います。まあこれはまず発端なんですけど、まず発端としてはですね、以前僕が動画をね上げた際にですね、皆さんからいろいろコメントいただいたりするんですけど、まあそのコメントの中にですね、アカウント名はね、ロスインゴベルナブレスでハポンさんなんですけど、がですね、コメントで書いといてくれたんですけど、まあはっきり言いましょうと、スーパージュニアと G1 同時進行が一番なんじゃないですかっていうコメントがありまして、いやそれはすごいよなと。この秋の新日本プロレスの興行がむちゃくちゃもうギュッと詰まった濃密なねものになりますよねっていう風にね思ったんですよ。で、それはすごいねって思ってたら、今度あの高橋宏夢選手がトースポでなんと、ベストオブザスーパージュニアと G1 のダブル開催をぶち上げるっていう記事がね出てきまして、もうこれはね本当ハポンさんもねだいぶねこうテンションわって上がったんじゃないかなと思うんですけど、まあツイッターとかではねもしかしたら他にいろんな人が言ってたかもしれないんですけど、まあ僕の記憶が、まあ私の記憶が確かならばちょっと料理の鉄人みたいになりますけどうちのチャンネルとかでは多分このハポンさんがねのコメントの提案かな、他にも言ってたような方コメントねあったような気がするんですけど、まあまあまあうちのチャンネルではこのハポンさんが、提案してくれたコメントがね唯一だったんじゃないかと。しかも一応これトースポ前にこのコメントもらってますからもしかしたらワンチャンね、ワンチャンこれハポンさんのコメントを高橋宏夢選手がいや、ないな。ないと思うけど。はい。まあ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 。まあ、で、そのトースポの記事ね、ちょっと読んでみたいと思うんですけれども、まあ、新日本プロレスの IWGP ジュニアヘビー級王者、高橋宏夢がベストオブザスーパージュニアのスライド開催を提案。新型コロナウイルス拡大の影響によるですね、ベストオブザスーパージュニアの中止に対して、あくまで延期を主張していると。いうことなんですよね。うん、で、まあ、本来であればですね、5月の12日からリーグ戦に臨んでいたはずの、ヒロムはですね、トースポの取材にですね、俺は中止ではなく延期だと思っているので、興行が再開された時はやらなきゃいけない大会だと思っているというふうに、訴えたということですね。で、そこで妄想しているのが、まあ、ジュニアとヘビーの祭典の同時開催という破天荒のアイデア。例えば G1 が10月じゃないですかと、ビッグイベント仕掛けるタイミングなんじゃないかと、まあベストオブザスーパージュニアと G1 を同時開催して一大会で交互に公式戦を5戦ずつやるとか、まあベストオブザ G1 クライマックスですよっていう風にアイデアを示したということみたいですね。で、さらに最終日にお互いの決勝戦をやるわけですと。まあ、決勝のカードが決まった時点から投票受付して、ジュニアとヘビーどちらかメインイベントを張るか。これ、ここでファン投票ですよというですね、話してますね。はい。まあ、また3月に予定されていた IWGP ヘビー級&インターコンチネンタル2冠王者、内藤哲也との指定対決を来年1月の東京ドーム大会で実現させるという目標も、2人が互いに優勝すれば一気に現実味を増すということですね。はい。まあ、その一方でコロナの影響により今後は外国人選手招聘のハードルが上がる可能性もある。そこでこれも妄想ですけど、
だったら日本プロレス界全体のベストオブザスーパージュニアを開催できるんじゃないのかなと。まあそれこそ他団体の選手でもし名乗りを上げる人がいれば参戦はありなんじゃないかと思いますと。団体の垣根を越えたリーグ戦にする案も訴えたというふうに記事がまあ出ておりますというところでですね、この G1 クライマックスとベストオブザスーパージュニアの同時開催がにわかに現実味を帯びてくるというですね、ことになってきておりますよ。まあ実際のところね、どうだか分かりませんけど、まあでも僕はね、これやっぱ明暗なんじゃないかなって僕はまあ思ってるんですよね。まあただその前回の動画でもお話しした通りですけど、おそらくその G1 のこの開催時期の興行は通常の興行にはならないんじゃないかと。まあ客数、そのキャパの半分程度の、観客数で行われる興行なのではないかというふうに僕は読んでますので、まあ、もしこのベストオブザスーパージュニア、そして G1 クライマックス、これが同時開催ってことになるようであればですね、もうますますこの G1 同時開催の観戦チケットっていうのはまあプラチナ化するであろうということなんですよね。濃密な秋がやってきますよ、もしこうなれば。なのでね、まあ実際どうなるかわかりませんけれども、まあこれをねちょっと期待はしたいですね。まあその後のストーリーラインがねどうなるのかとかもう全然僕も全く予想はしてないんですけれども、まあね、ただこれは期待したいなというふうには思ってます。まあ、この内容だったらですね、まあ実際会場に行けなかったとしても、新日本プロレスワールドでね、見るだけでも、すごく楽しめるんじゃないかなっていうふうに、まあ思いますよね。なのでね、こういうの見ながら、見ながらっていうかね、この同時開催っていうのをね、楽しみにできればなというふうには思いますけれども。まあ、そしてですね、最終日の日程をちょっと見てみたんですけれども、まあ、10月ですね、10月の16、17、18、まあ、16日が金曜日、17日が土曜日、18日が、日曜日というような形になっております。はい。なので、この3日間をどう割り振るのか問題というのもね、まあ、正直出てくるかなと。いう感じなんですよね。で、まあなかなかね、難しい部分あるかなと思うんですけど、まあ、ヒロム選手はファン投票でメインをって言ってたんですけど、まあ僕はね、その日のうちにメイン2つやる必要ないんじゃないかなという感じがしてます。マイク締め問題とかね、やっぱ出てくるんで、その辺もありかなというですね、気がしていますね。で、まあ、これはね、いろんな割り振りができるとは思うんで、なんとも言えないですけど、例えば16日金曜日はですね、まあ、ベストオブザスーパージュニアのリーグ最終戦を、まあ、何試合か行って、で、G1 の A ブロックの最終戦を行うとかね。で、17日はですね、G1 の B ブロックの最終戦を行って、メインはですね、ベストオブザスーパージュニアの優勝決定戦やればいいんじゃないかなというふうに思ったりもしますし、で、18日が G1 の優勝決定戦をやるという流れもありかなとも思うし、例えばですけど、16日にベストオブザスーパージュニアの優勝決定戦をやる。そして、まあ、G1A ブロックの最終決定戦やります。で、17日ですよね。17日に、まあ、例えばですけども、ジュニアヘビー級のタイトルマッチをやるっていうのもありなんじゃないかな、みたいなね。G1B ブロック、16、17日は G1B ブロック最終戦があって、で、メインが、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合とかね。もありかなというふうには思ってますね。で、18日はまあ、やっぱり G1 の優勝決定戦やるというね。いう流れをやるとかもね、まあ、できなくはないんじゃないかなっていうふうには、まあ、正直思ってます。はい。なのでね、っていう感じですよね。
どういう割り振りでやっていくかっていうのは、まあ、考えれば考えるほどその辺はまあワクワクした楽しみが、ね、また増えるというところなんですけれども、はい、まあこのね G1 とベストオブザスーパージュニア同時開催、ぜひ決行していただければなというふうに思いますね。まあG1 の、 その最終戦に関しては両国国技館今年でなってるみたいなんで、まあその前の段階で大相撲の興行が行われるとかね、国技館を使って行われますとかってなればできるんじゃないかなと思います、はい、なので大相撲の動向にも注目しておかないといけないっていうようなね感じもせんでもないですけども、はい、まあ、ということでね、まあ、この高橋宏夢選手も提唱し、こう我がちゃん、もう自分のねチャンネルご覧いただいているロスインゴベルナブレスでハポンさんも提唱している、ベストオブザスーパージュニアと G1 クライマックスの同時開催、皆さんはねどんな風に考えていらっしゃるかというのをね、まあ、ぜひコメント欄にね書いていただければなというふうには思います。はい、でもやってほしいけど、やるとしたら早めに、チケットも売らんといかんから早めにね、この辺の告知せんといかんしってなると、その辺の告知するとなると、みたいな、その時の状況がっていう、ね。だから7月あたりですよね。だ今5月ですから、この6月の状況を踏まえて、7月あたりで何かしら情報が解禁になる可能性っていうのは、出てくるかもしれませんね。なので正直やっぱり北海道厳しいかもね。北海道ツアーちょっと厳しいかもしれないです。なのでね、まあその辺は皆さんもお楽しみに。まあこの大会が開催されるのかされないのか、その答えはもちろんトランキーロー、あっせんなよってことですよね。はい。まあぜひ皆さんもこの辺をまた、この例えば16、17、18のね、割り振りとか、まあそういったものを妄想しながらですね、はい、過ごしていただけると楽しめるんじゃないかというふうには思いますよ。どういう試合組みをしていけば、どういう完璧なね、フィナーレを迎えられるのかっていうのをね、想像しながらね、この試合順を組んでいくとかね、やるとね、面白いかもしれないですね。はい。ということで、まあなかなかその試合組楽しそうだねとかいろいろ思った方はですね、まあチャンネル登録高評価の方もお待ちしております。ということで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。スエニオスアミーゴス、アースタルエゴ、アディオス。